皆さんこんこにちはえただいまご紹介にいただきました福島県立医科大学の安田美奈子と申します本日はお忙しい中足を運んでくださいまして本当にありがとうございました。福島の地から長崎に思いを込めて一生懸命お話しさせていただきたいと思います。 簡単に私の自己紹介をさせていいいたただきたいと思います。私は福島県福島市の中核病院で看護師として約15年間勤務しその後在宅医療に数年間携わりました平成23年に発生いたしました東日本大震災の際には避難所での支援活動に携わらせていただきましたが 被爆についての知識が不十分なことを痛感いたしましたこのことが大学院に入学する動機となっております放射線や被爆、人体への影響など正しい知識を得て福島の復興に微力ながら貢献できる人材の一人になりたいと思い現在災害や被爆について学びを深めているところです 座右の銘は米沢藩主であられました上杉鷹山公の「なせばなる」「なさねばならぬ」何事も「ならぬ」は人の「なさぬなりけり」という言葉ですできない理由を探すのではなく必ず成し遂げるという強い意志を持ちたいという思いからまた自分への戒めの意味も込めまして座右の銘にしております では早速発表に移りたいと思います。今、スライドを準備いたします。本日は口の健康 オーラルフレイルを予防して健やかにというテーマで皆様と一緒に考えていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします口の健康を保つためにはオーラルフレイルを予防することが大切になってきますそのためオーラルフレイルを中心とした内容構成になっています 具体的な内容といたしまして1オーラルフレイルとは2オーラルフレイルと心身機能との関係とは3あなたのオーラルフレイルとはどのくらい4オーラルフレイルの予防と改善を図るためには ということで、自分でできるケアと専門家によるケアの話になります。それでは、順番に一つずつ見ていきましょう。一つ目のオーラル,トレイオーラルフレイルとは、になります。オーラルフレイルは、口を表すオーラルと、衰えを表すフレイルを足した 相互になります従いましてオーラルフレイルとは口のの細な機能の衰えを表します年齢を重ねていきますと足腰の筋肉が衰えていくように唇や舌など口周りの筋肉も衰えていきます。これからオーラルフレイルという言葉が頻回に出てきますが 些細な口の機能の衰えのことなんだということをご理解いただきながらお聞きくださると幸いですでは口にはどのような機能があるのか見ていきましょう口には食べる飲み込む唾液を分泌する呼吸をする笑うなどの感情表現 話すといった生命の維持や人間らしい暮らし、また表情を作る機関として大切な役割を担っています。口の機能は、歯や舌、頬、唾液腺や口の周囲の筋肉などが複雑に関与し合うことで、機能が営まれています。従いまして、それらの機能が、 うまく使いこなせなくなったと感じた場合それはオーラルフレイルの前兆かもしれませんでは口の些細いな衰えとはどのようなことなのかを見ていきますこちらの図の図にありますように「むせる」「食べこぼす」「少ししか」 食べられない。発熱が悪い。舌が回らない。口が乾く。口臭が気になる。硬いものが食べにくい。柔らかいものばかり食べる。自分の歯が少ない。このような 症状に当てはまる方はオーラルフレイルかもしれませんまずはこうしたご自身の口の状態に気づくことが大切になってきますこちらのスライドは5年に一度行われております歯科疾患実態調査の結果を長崎県と 全国とを比較したものになります。歯や口の状態についての質問では「口が乾く」「噛めないものがある」「飲み込みにくい」口「口臭がある」では「口臭がある」を除いて年齢の上昇とともにそれらの上昇が ある方も増加傾向、増加傾向を示しております。長崎県と全国と比較しても、同じような傾向です。ここからも、年齢を重ねると、口の衰えから、さまざまな症状が現れていることが読み取れると思います。では、 こうした些細な口の衰えをそのままにしておくとどうなるのでしょうかもしかすると心身機能に影響を及ぼすかもしれません。ということで2オーラルフレイルと心身機能との関係について見ていきましょう。 こちらの図は、口の機能の低下が、心身の機能の低下につながる関係性を表しているものになります。まずは、噛めないからといって柔らかいものを食べる。柔らかいものを食べ続けると、噛む機能が低下していきます。こうした悪循環を繰り返していくうちに、食べる食品が減り、 低栄養を引き起こします体に必要な栄養素が摂取できなくなったり体の中のさまざまな代謝がスムーズに働くなくなったり筋力が低下したり体の免疫機能が低下するなどにより病気にかかりやすくなりますまたうまく飲み込めないと誤って食べ物が気管に入る。

要介護状態になる過程を表している図になります。ここで近年よく聞かれるようになりましたフレイルについて少しご説明したいと思います。フレイルとは筋力や心身の活力が低下した状態を言います。要介護の方の多くは健康な状態から 要介護状態になるまで、このフレイルの前の段階になるのが全フレイルにあたりオーラルフレイルはこちらの全フレイルの段階になります従いましてオーラルフレイルはフレイルの入り口とも言われています 次にあなたのオーラルフレイル度はどのくらいについて説明したいと思いますご自身がどのくらいオーラルフレイルの状態に近づいているかをチェックしていきましょうこちらはオーラルフレイル度をチェックする表になっております当てはまる項目の数字を足していって 合計点を足してみてみくださいまずは半年前に比べて硬いものが食べにくくなったはいの方は2点ですお茶や汁物でむせることがあるはいの方は2点です義肢を使用している 肺の方は2点です。口の乾きが気になる。肺の方は1点です。先イカ、たくあんくらいの硬さの食べ物を噛むことができる。ここからは、いいえの方が1点です。1日に2回以上歯を磨く。 いいえの方は一点です。一年に一回以上、歯科医院を受診している。いいえの方は一点です。質問項目は以上になります。皆さん、合計点数は何点でしたでしょうか。合計点数が三点以上で、オーラルフレイルの危険性あり、 になっておりますので、三点以上の方はかかりつけの歯科医にご相談されることを歯科医にご相談されることをお勧めいたします。こちらはある研究におきまして、オーラルフレイルの方とそうでない方とを比べた研究結果になります。 オーラルフレイルの方はそうでない方に比べフレイルやサルコペニアサルコペニアとは筋肉量が減少して筋力低下や身体機能低下を期待した状態を言います要介護認定死亡のリスクがおよそ2倍以上跳ね上がっているという結果が出ています このようにオーラルフレイルは身体フレイルやサルコペニアなど身体機能の低下につながっていくのですしかしながらオーラルフレイルはすでにオーラルフレイルの状態になっている方でも本人が自覚し対策を講じることで 健康な状態へ戻ることができます実際の調査研究でもご自身の状態を知り対策を講じたことによりオーラルフレイルが改善されたという報告もあります。ということでここからはオーラルフレイルの予防と改善を図るためには についてご説明したいと思いますオーラルフレイルの予防と改善を図るためには自分でできるケアと専門家によるケアの2つがあります自分でできるケアには口の清潔バランスの良い食事 口と舌の体操、咳払いになります。専門家によるケアには定期的な歯科受診が大切となりますそれではそれぞれのケアについて見ていきましょう自分でできるケアとして口の清潔・ 歯磨きについいててご説明しききます歯磨きは歯についた歯垢を機械的に除去する予防法で虫歯や歯周病予防の基本になっていますこのため歯磨きは毎食後行うようにしましょう歯ブラシは鉛筆を持つように持ち 歯ブラシをきちんと歯に当て軽い力で歯垢を除去するようにしましょう歯ブラシを小刻みに動かし1本ずつ磨くようにしましょう歯ブラシの当て方では歯の外側に当てるときは90度歯と歯肉の境目は45度 また毛先が届きにくい場所は歯ブラシの当てる場所を工夫することが大切になってきます鏡を見ながら歯を磨くと良いでしょう歯磨きは時間をかけて丁寧に行うことが理想とされていますただし忙しくて歯磨きに時間を割けないという方は 就寝前の歯磨きを特に丁寧に時間をかけて行うと良いでしょう使った歯ブラシはよく洗って毛先を乾かして保管しましょう歯,磨きの続きです歯と歯の間は歯間ブラシやデンタルフロスを使ってきれいにしましょう 歯の隙間が狭い部分にはデンタルフロスを歯の隙間が広い部分には歯間ブラシを使用しましょうまた歯間ブラシはサイズが SS から L サイズまでありますのでご自身の歯の隙間に合わせてサイズを選ぶようにしましょう下の清掃には 専用のブラシがあります。こちらの写真のようなブラシで舌の奥から手前に撫でるように汚れを取りましょうなお奥に入れすぎないように注意しましょう舌の清掃を行うことは口臭予防にもつながります以上が歯磨きについてのご説明でした 次に入れ歯のお手入れについてご説明いたします。入れ歯を洗う際は、落として割らないように、水を張った洗面器などの上で洗いましょう。入れ歯は入れ歯専用のブラシで水洗いし、入れ歯専用の洗浄剤でお手入れしましょう。入れ歯洗浄剤は週に 二三回が目安になります。入れ歯は変,更変形する恐れがあるため、熱いお湯や乾燥を避け、歯磨き粉は表面を傷つける原因になるため、使用を避けるようにしましょう。就寝中は入れ歯を外し、水の中に入れて保管しましょう。 水の中も不衛生にならないよう、こまめに交換しましょう。次に、入れ歯を外した後のケアになります。入れ歯を外した後でも、口の清掃は大切になってきます。柔らかい歯ブラシなどで、歯肉や舌、上顎 ブラッシングやマッサージをしましょう。血行も良くなります。歯がまばらな場合は、歯を1本ずつ磨きましょう。入れ歯の金具がかかる歯は、汚れがつきやすいので、特に念入りに磨くようにしましょう。以上が入れ歯を外した後のケアのお話でした。 ここからは食事についてのお話になります。食事は活力の源です3。3食しっかり噛んで食べるようにしましょう。一口ごとに30回以上噛むと良いとされております。食事は主食。ご飯、パン、麺類。 主菜、肉魚卵大豆等を主な材料とする料理副菜野菜海藻類を主な材料とする料理を組み合わせてバランスの良い食事を心がけましょうまたできる範囲で噛み応え のある食品を食べることは噛む力をアップさせることにつながりますコロナの状況にもよりますがみんなで食事を食べる機会を持ちましょう毎日多様な食材を食べている方は元気に生活していることがわかっています必要な栄養素を取るためにいろいろな食品を食べるようにしましょう なお持病があり食事療法を行っている方は主治医の先生管理栄養士さんとご相談くださいここまでが食事についてのご説明でしたここからは口と舌の体操に移ります口の入り口である唇 や頬、舌はすす。べてて筋肉で動いています食べ物を食べるときはこれらの筋肉すべてがしっかり動いて食べ物を噛み砕き飲み込んだりしています口の筋肉の動きを意識して鍛えればオーラルフレイルにもなりにくくなります身体だけでなく口の 筋トレも必要口と舌の体操は唇や頬口周りや舌の筋力アップ食べ物を飲み込みやすくなる会話も弾む顔の表情も生き生きするなどの効果が期待できます。 それでは、マスクをされていて少しやりづらいとは思いますができる範囲で舌と口の体操を一緒に行ってみましょう体操の始めは舌のトレーニングになります皆さんはマスクを着用しているので口を開けずに口を閉じた状態で行ってみてください 舌のトレーニングは舌の筋力向上に役立ち誤えややせなどの症状改善予防につながりますまずは舌を舌に伸ばします口を閉じている場合は下唇の内側を押す感じで行ってみてください続いて 舌を左に伸ばし、次に舌を右に伸ばします。こちらも口を閉じて行う場合には、舌で口の中から頬を押す感じで行ってみてください。今度は舌を左右に動かします。こちらも同様に口の中から 左右の頬を押す感じで行ってみてください。最後に、舌を上に伸ばします。口を閉じて行う場合には、舌で上唇の内側を押す感じで行ってみましょう。加えて舌をぐるりと回すなど、 工夫をされても結構です。こちらの体操は、口を閉じても、開いてもできる体操になります。ぜひ、の下の筋トレを行ってみてください。次に、唾液栓マッサージになります。唾液量の減少は、 オーラルフレイルを加速させる一因となりますこのため、唾液の分泌を促すことは大切になってきます唾液には食べ物の消化を助ける舌や口の動きをスムーズにする細菌の増殖を防ぐ口の粘膜を保護するなどさまざまな効果がありマッサージを行うことで 唾液の分泌が促され、自浄作用や食べ物を食べること、飲み込むこと、会話などがしやすくなります。人間の体には唾液腺が3つあります。自家栓、顎下腺舌下腺です。唾液腺マッサージはこの自家栓。 腺を刺激して行います。方法といたしましては自家栓マッサージですが耳の前のあたり頬の骨の部分のところを手のひらもしくは指3本で耳の前をくるくるくると右回り左回りと回します。 次に下マッサージです文字通り顎の下の少しくぼんだ柔らかいところに親指を当てて耳の下から顎の下まで34回圧迫して顎の先まで降りてきます。 どうでしょう唾液出てきましたでしょうか最後はゼッカセンマッサージです指を2本揃えて顎の下の柔らかい部分に3秒ぐらいかけて圧迫して離します。 この一連の流れを3回ずつ行うようにしましょう。こちらは食事の前に行うことが効果的です。次に、えん,えんげ体操、パタカラ体操になります。えんげとは、食べ物を飲み込み、 口から家へと運ぶ一連の動作のことを言います口の機能が衰えてくると口の筋力や舌の動きが弱まるため演劇の飲み込む力が低下し食べ物を誤嚥してしまうことがありますそれらを防ぐため噛む時や飲み,込む時飲み込む時に使う筋肉を鍛えることで 誤嚥やむせなどの症状改善。予防につながります。では。パタカラ体操を行っていきたいと思います。まずは。パンダの。パ。なんですが。パは。唇を閉じて開いて出る音で。食べ物を。食べこぼしを防ぐ。体操になります。パンダの。 唇を閉じて開いて、開い弾く感じで行ってみるようにしましょう。はヌきの「た」なんですけども、タは舌先を上の前,前歯の裏につけて離すことで出る音です。食べ物を押しつぶしたり飲み込む力をアップさせる体操になります。きの 続きましてカラスの「カ」なんですけども「カ」は舌を喉の方に引いて出る音になります喉の奥を閉め舌を使って喉まで運ばれた食べ物をさらに食堂へ運ぶために役立つ体操になりますカラスの「カ」 続きましてラッコのラなんですけどもラは舌が上あごについて離れるときに出る音になります舌を使ってごっくんと飲み込む時に役立つ体操になりますラッコのラララララになりますでは 唇や舌の動きを意識しながら一緒にやってみましょう。まずは「パンダのパ」から「パンダのパを」パを4回言ってその後にパタカラ「パタカラパタカラ」と2回言うようにします。では始めます。「パンダのパ」 パ「パタカラ」「パタカラ」次はたぬきのタ「タ」「タ」「タ」「パタカラ」「パタカラ」「カラス」の「カ」「カ」「カ」「パタカラ」 次はラに「パパパ」「タタタ」「カカカ」「ラララ」を1フレーズとして3回繰り返します。では始めます。 パパパタタタカカカラララパパパタタタカカカラララパパパタタタカカカラララはい、お疲れ様でした。以上がパタカラ体操でした。こちらのパタカラ体操は老犬でも実際に行われて無整理やご縁を防ぐ効果を むせるために、むせりを、予防するために、実際に行われております。続きまして、滑舌を良くする体操。早口言葉になります。舌がうまく動かなくなったり。上顎の筋肉が低下したりすることによって。言葉が出にくくなることもあります。 舌の動きや唇の動きを良くするための発音訓練は食べること、言葉を話すことのトレーニングにもなります。レベル1からレベル3まであります。レベル1が生麦、生米、生卵。レベル2が隣の客はよくかき食う客だ。レベル3が 青巻き紙赤巻き紙木巻き紙早く言うことより一文字一文字を丁寧に唇や舌をしっかり動かします声ははっきり「はきはき」とを心がけましょうそれではレベル1からレベル3まで3回続けて行ってみましょうじゃあレベル1からです 生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。生生生卵レベル2です隣隣。隣の客はよくかき食う客だ。レベル3です。 青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。はい、お疲れ様でした。こちらの早口言葉の他にも、大きな声で歌ったり、好きな歌や小説を音読してみても、滑舌を良くする効果が期待できます。 自分でできるケアの最後は、咳払いになります。咳払いは、誤衛や窒息を防ぐ大切な動作になります。また、食事中にむせっても <coughs>、というような大きな咳払いができていれば、機械に入りそうになった食べ物をしっかり押し出すことにつながります。 うまくできないときは、「えい!」と叫ぶ感じで息を吐き出すか、腹筋を意識して行うとうまくいくことがあります。力を入れすぎて、喉を痛めない程度に練習しておくといいでしょう。ここまでが自分でできるケアのご説明でした。一緒に行っていただきましてありがとうございました。 ここからは専門家によるケアについてのご説明になります。歯科受診をして、定期的に歯や入れ歯の状態を確認してもらいましょう。専門家によるケアを受けることにより、磨けないところの清掃をしたり、虫歯や歯周病など、治療が必要なところを早期に発見し、 早めに対処してもらうことで重症化を防ぐことができます。口の機能の維持や回復のための指導やケアを受けることも大切になってきます。定期的に歯科受診し、歯や口の治療、管理を受けるようにしましょう。こちらは オーラルフレイルの予防と改善を図るためのまとめのスライドになります。口の健康を維持するために自分でできるケアと専門家によるケアの両方を上手に取り入れオーラルフレイルの予防・改善を図っていきましょう。口のケアを行うことで 嬉しい研究結果も報告されています。歯の喪失防止は寿命延伸に貢献することが示されている。口の清潔は誤え性肺炎などの発症を予防する効果がある。噛む機能が高いないし噛み合わせ状態が安定している方は、 全身状態も良好である規則的な口のケアの習慣を有する者ほど長寿であるこのことからも口のケアを行っていくことが健康長寿の秘訣と言えるかもしれません本日のまとめになります オーラルフレイルととは、些細な口ののの機能の低下のことです。オーラルルフレイルをそのままにしておくことは心身機能の低下へとつながりますオーラルフレイルに早めに気づき対策を講じることで予防や改善が可能になります オーラルフレールの予防改善を図るために自分でできるケアと専門家によるケアの両方を上手に取り入れましょうこちらは皆様方へのメッセージになります口の健康は健やかな生活につながりますオーラルフレールを予防し口の意地を 口の健康を維持していつまでも活力に満ちた日々を元気にお過ごしください最後にこのような貴重な機会をお与えくださいました平和記念館館長であられます高平様はじめ皆様の職員の皆様ご指導くださいました長崎大学の先生方 また本日ご来場の皆様方に心から感謝申し上げます発表は以上になりますご清聴ありがとうございました安田先生どうもありがとうございましたそれではこれから質疑応答の時間に入らせていただきます質問のある方はどなたか手を挙げてくださればマイクをお持ちしますよろしくお願いします が乾くということですけども、あんちゃん逆にですね、はいはい、唾液が、ね、出過ぎるんですよね。なんででしょう。<laughs> それはすごくあのいいことなんですよ。あの逆に口が唾液が出なくてですね、あの。 悪いことの方が多いんですが唾液といいますのはあの先ほどお話ししましたように自浄作用口の中をきれいにしたりあの口の細菌口からさ細菌から口あの体を守ってくれたり潤いをよくしてくださるということなので唾液が多いということは悪いことではないと思います。逆にあの口が乾燥する原因といたしましまては 今日今日の私のようにこう緊張状態であったりストレスがあったりすると交感神経が優位になりますので口が乾くようになりま,すまたあのちょっと話あのご質問とは逆の回答になってしまうんですけどもあと薬の副作用によって例えば抗アレルギー剤ですと口が乾く原因にもなります。 また、口呼吸なんかしている方は特に口,も口が乾燥してきたりします。あと病気が隠れている場合がありまして口が乾く病気といたしましては糖尿病とか自己免疫疾患シ援ーグレー症候群というんですけれどもそういった病気が隠れている場合があります。 ですのであの、口が乾くよりはあの、口が潤っていることの方が、虫歯や歯周病予防にもとても効果があるので、いいことではないかというふうに私は思っているんですけれども、いかがでしょうか。いいかはい、ごめんなさい、答えになってまいすないかもしれないですが、すみません。はい。他に質問ある方、いませんでしょうか。 せっかくの機会なのでぜひ私も滑舌が悪いので非常に今回のお勉強になりました <laughs> 気軽になんか質問手を挙げていただければ嬉しいですえっとですねあの口としての体操のペンなんですけどもはい 私は今日もこの指導を受けたのちょっと私は難しいなと思ってねあ <laughs> るんですけどね私と自体はですねもう20年ぐらい前にですね福岡の未来クリニックっていう方のね今井先生が考案されたあいうえべえそうやってるんですよはい、はいはいはいそ。それがどうでしょうかね結構こう父の体操としてはど,どういう。 ご質問ありがとうございますウベえも、はい、とてもいい体操ですあの。ぜひ続けてやられていただくと効果がずっと継続しますのであの筋トレといいますのはあの継続して日々の生活に取り入れて行うことが大切になってきます。あウベえもあのとてもいい体操ですので今後もあの続けていってほしいと思います。はい はい、やりやすいなと思ってくださいあそうですね <laughs> その方がやりやすいかもしれないですねはい、はい、ありがとうございますはいどうもありがとうございましたあの六、えっと、ページの表ですが 講習があるという項目ではい60代の方とはい80から90までの年代ではいその年取ってくると講習が少なくなるんですかえっとあご質問ありがとうございます。えー、っと歯がない分 なんかちょっとあの年齢を重ねていくごとにこの歯の喪失が多くなってしまうので歯周病とかそういったこととかにも関係しているのかなというふうに思って私もこの状況を見たこの結果を見ておりましたえっ、ー、とそうですねあの歯の数とかですね歯周病とか歯周病って言いますのは歯と 歯肉の間にできる病気なのであの年齢が重ねていくごとにこの歯がなくなっていってしまうのでそういった関係性もあるのかなというふうにもう私なりにあの判断したところです実際の,あの研究結果ではそこのところは言及はしていなかったんですけども、はい、私なりの分析はそんな感じです。はいあの とると、薬が臭いって言われそうかなと思って。実はあの、唾液の分泌が年齢とが上がっていくごとにあの少なくなってくるのもあの原因の一つかなと思いますあの。唾液の分泌が少なくなってきますと、下に絶対といってあの白くなった感じ。 あれも細菌とかあの新陳代謝で古いあの細胞とかが残っている状態なんですけどもあのそ,れその絶対がついていることも口臭の,の原因になってくると思いますので舌の,あの,下の,あのブラッシングも大切になってくるす。 かなと腰を予防するために絶のマッサージ、えー、ブラッシングも大切になってくると思います。はい。すみません答えはいなってなかったですけどもいはい。 オンライン参加の方でもどなたか質問ある方いますか。まだお時間は少しあります。よろしいでしょうか。これ以上、まあ、質問ないですかね。あありがとうございます。歯ブラシの件ですけど、最近ですね、はい、いろいろな、はい、歯ブラシが出ているんですけども、はい どういう形のが一番最適かなとね奥歯、はい、のがなんかもう磨き忘れが多いと医者からよく言われるんですけどね、はいそれの、その歯ブラシのね、位置をどの程度が一番いいかってことをお願いうすはい、えー、ご質問ありがとうございます。 えと歯は人によってこの歯の残った数とか本数とかも違いますし形態が違うのであの歯医者さんにあのご相談してご指導を受けることが一番なんですけどもあの前歯ご自分の前歯の長さの歯,歯ブラシの長さがご自身の前歯の長さと同じくらいのが良いとされております。あと柔らかい 目の歯ブラシがいいとされてますで奥歯はなんですけど奥歯を磨く際にはこう歯ブラシもいろんな形態があってあ,のあまり大きすぎると奥歯に届かないので少しあの小さめの子ども用の歯ブラシで奥歯を磨くといいとあのされております。あの詳しくはあのご自身の,あの歯の形態と合わせてですね あの、歯医者さん、歯科医師さんにご相談されるのが一番なんですけども。先ほどの言った内容も、あの、少し試してみてください。ありがとうございました。他に質問ございますでしょうか。 なければではこの辺で終了とさせていただきたいと思います熱心なご質問どうもありがとうございました時間の関係もございますのでこの辺りで終了とさせていただきます安田先生大変楽しく分かりやすく貴重なお話をどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございましたありがとうございました 会場の皆様、どうぞ安田先生にもう一度、盛大な拍手をお願いいたします。